それでは、語の同義性多義性について自然言語処理研究室 B さんの福島が発表いたします。今回参考文献にしたのは、以下の2つとなっております。で、語の特徴として、複数の語が同じ意味を有するという特性と、一つの語で複数の意味を持つという特性があります。前者については同義性と言われてまして、例として、漢字で猫、ひらがなで猫、カタカナで猫と書かれてますけども、まあ、全部猫を指す言葉だと分かります。で、後者の方については、多義性と言われていて、例としては公園というものがありますけども、これを漢字で変換すると、パークの意味での公園だったり、話す方という意味での、まあ、公園だったり、後ろ立てという意味での公園だったりします。で、まず同義性から説明していきます。同義性を持つ言葉として、まあ、どういうことがありますが、これは、形は異なるが意味はほぼ同じ語のことを指します。これは大きく分けて2つに分類されます。まず1つとしては、表記の異なりというものがあります。これは、崩れた表現や綴り、字種、送り仮名の違いなどで表現が変わりますけれども意味が同じようになっている言葉です。例としては表すと表す、これは、送り仮名の違いで表現が変わっています、表記が変わっていますけれども意味は同じです。暑いと暑いでは、崩れた表現、暑いに比べて暑いが崩れた表現になっていて表記は異なっていますけれども同じ意味です。先ほどの猫の例については、字種の違いとなっております。2つ目としては、異なる語というのがあります。これは、翻訳語、頭文字、略記、類義語などがあります。例として、コンピューターと計算機では、コンピューターは、コンピューターを和訳したものが、計算機となっていて、これは翻訳語の関係となっております。で、綺麗だと美しいについては、同じようなことを表すという意味で、類義語という分類になっております。で、同義語の、まあ、自然言語処理においての課題は、同義語はほぼ同じ意味であることと認識できることとなっております。その同義語の情報を得るためには思想羅列や辞書から入手という方法と分類度類似を用いるという方法があります。まず上の、思想羅列や辞書から入手について説明していきます。まず思想羅列についてですが、思想羅列は、単語や概念や記号構造の階層に体系的に分類した辞書となっております。で、まず上に何かありまして、そこからその分類の一つとして乗り物があります。さらに乗り物の下に、分類として空中の乗り物、陸上の乗り物、海上の乗り物というものがありまして、さらに空中の乗り物では飛行機とヘリコプター、陸上の乗り物では自動車とバイク、海上の乗り物では船とヨットといったような分類になっています。下に行けば行くほど、細かな分類になっているということがわかります。で、この思想羅列を用いて、単語ごとの類似度を計算することができます。その計算式はこのようになっております。この式中の DI、DJ の意味は、単語の思想羅列中での根からの深さ、DC は、2つの単語の共通の上位語の根からの深さとなっております。これから言えるのは、2つの共通単語の共通の上位語が、2つの単語に対して近ければ近いほど、類似度が大きくなるということが分かります。まあ、これらの方法によって、単語レベルの同義語は獲得できます。しかし、文脈に依存するものや句などの大きな単位での類義表現、これを言い換え表現やパラフレーズというのですが、それは、獲得が難しいです。その例として文脈に依存するものというので、景気が落ち込むと冷え込むというものがあります。落ち込むと冷え込むという表現自体は、全く異なった表現となっておりますし、意味も全然違います。しかし、景気が落ち込む、景気が冷え込むという表現にすることによって、景気が落ち込む、景気が冷え込むは、同じような意味になっておりますので、まあ、類義表現となっております。句などの大きな単位での類義表現という
例で言うと、何々が大流行しているとか、何々がの感染が広がっているという2つの文に対して、まあ、同じような文ですけども、同じような文、全く文面は異なりますけども、文の意味としては、まあ、ほぼ同じということで類義表現と取ることができます。これらの表現は、分類、類似度分類によって獲得することができます。で、類似度分類というのは、文脈の似ている語が類似しているという仮定に基づく類似度の尺度であります。大規模や、コーパス、大規模コーパスから、類語の関係を自動獲得する方法として用いられています。大まかな方法としては、ある語に対して表記する語をその語の関連語として、関連語は重複する語を類語とします。このよく表記する語っていうのは、ある語とよく同じ場所に出現するという、場所に出現する語という意味で使用されています。例として、語 A と語 B について、まあ、それぞれ関連語を習得していって、まあ、このような図のような、集合になったとします。このような図の集合になったとして、重複を見てみるとかなり大きいことが分かるので、ここから、A と 5A と 5B が、類義語だという認識をすることができます。で、まず先ほどの狂気の度合いを測る尺度として、自己総合情報量というのがあります。これは、真ん中の式によって計算されます。スライド間違っていますけれども、PX と PY は、それぞれこのコーパス内での出現確率、 PXY はある範囲に X と Y が表記されている確率となります。ここで、ある範囲にとなっているのは、広い範囲で X と Y が同時に出現していても、表記されているとは見なせないためです。でこの計算結果として、PMI が0以上になると X と Y には関連性があるということで、まあ、表記されやすいという関連性があるということが分かります。逆に、0以下だと、まあ、関連性はありますけれども表記されない関連性として認識されます。 PMI イコール0になると、X と Y には関連性がないということで、まあ、X と Y は独立した関係にあるということが分かります。次に、重複の割合を表す尺度として、ジャカール係数、シンプソン係数、ダイス係数というものがあります。それぞれの係数の式は、以下のようになっています。ジャカール係数と、ダイス係数については、似たような式となっておりますが、分母が、X と Y の和集合か、それとも X と Y の要素数の平均を取っているかというような、違いがあります。和集合の場合は、左集合が、X と Y の左集合によって、全然係数の値が違ってくるっていうのがあって、左集合の差が大きくなるほど、値の変化が小さくなって変化が分かりにくくなります。そこでダイス係数は平均値を用いることによって、その差をもっと分かりやすいようにしています。またシンプソン係数というのは分母が、X と Y の要素数のうち小さい方を習得するということになっていますが、もし X の要素数、Y の要素数どちらかがものすごく小さかったりすると、シンプソン係数が大きくなってしまう可能性があるので、まあ、X と Y についての要素数は制限をかける必要があります。次に、多義性について、説明していきます。多義性を持つ語として多義語というのがあります。これは表記や音が同じでありますけれども、複数の異なる意味を持つ語となっております。これは成り立ちによって呼び方が異なっていまして、同形異語、同音異語っていうのは、語源が異なる語、多義語は語源が同じ語として扱われています。しかしここでは、明確な分類はせずに全て多義語として扱っていきます。
で、タイ語の自然言語処理においての課題というので挙げられるのは、テキスト内で使用されている語の語彙を決定するということをやっています。これは、語彙曖昧性解消またはワードセンスディサンビギュエーションとなっております、呼ばれています。その語彙曖昧性解消の単純な手法として挙げられるのは、まず一番最初の語彙を常に選択するということです。一番最初の辞書の一番最初の、まあ、語彙というのは、最も高品質あるというものなので、例えば、例のバンクで言えば、一番上に、銀行として表記されているということで、銀行の方の語彙を常に選択するということになります。次に紹介するのがレスコート用法で、対象となる語の文脈と辞書の語義説明を比較して最も適している語義を選択するという方法です。例として I have little money in the bank というものがあるとすると、2つの語義を比較し、をその例文と比較すると、1番に、マニーというものが入っていて、これは、例文にもマニー入っているので、まあ、適していると見なすことができます。逆に2番は例文と、語義の説明に対して何も関わりがないために、こちらは適してないということで、この I have little money in the bank の中で選択される語義として、バンクの語義として選択されるのは、1番の、まあ、銀行という意味ということになります。で、この方法より、より上位の方法として、語義注釈付与コーパスを用いた教師あり学習というものがあります。これは文脈の語を組成として学習させるという方法になっております。例としてバンクが出現した文脈中にファイナンスやチェックなどが出現したら、それが銀行である、そのバンクは銀行であると学習させるという方法になっております。この語義注釈付与コーパスの例としては、日本語では、岩波国語辞典タグ付きコーパス、英語ではセムコーというものがあります。今回の発表内容では、語の同義性と多義性ということで、同義性では同義語の獲得方法、多義性では語彙曖昧性解消の手法を紹介しました。これで発表を終わります。